国内最大の競走馬セリーチセレクトセール2024ノイサイウマセッションが8日北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われた白髪のマーブルケーキの2023がウマ娘の藤田進オーナーによって1億9000万円税抜きで落札された本馬は父モーリスの母馬で祖母に白雪姫を持つ白髪一族 母の兄弟にはシロニー、ダート4勝、ブチコ、ダート4勝、ユキちゃん、ジュニー関東オークスなど交流重賞3勝、など活躍場が多数いる。藤田進オーナーは白髪が欲しかった、活躍してぬいぐるみにしたいと冗談交じりに話した上で、競っていて高いなとは思ったけど、兄弟も走っているからねと落札劇を振り返った。ただ、この日は、ここまで大きく競り